次は為替操作国指定と韓国経済についてです。ホン・ナムギ経済副総理兼企画財政部長官は7日の緊急経済金融会議で、最近の金融市場の動きについて、金融市場の変動性が拡大しているのは内外のリスク要因が短期的に重なったことによるものだとした上で、あらゆる手段を通じて迅速かつ果敢に対処していくと述べました。この日の会議はアメリカが中国を為替操作国に指定し、アメリカとヨーロッパで株価が急落するなど世界の金融市場で動揺が広がり、韓国でも株価が下落するなど変動性が拡大していることを受けて対応を議論しました。アメリカは最近3000億ドル相当の中国製品について 10% の追加関税を付加する方針を明らかにし、これに対して中国はアメリカ産農産物の輸入中断方針を発表するなど、米中の貿易戦争はエスカレートしています。こうした中でアメリカが中国を為替操作国に指定し、米中の貿易戦争が世界的な通貨戦争に発展する可能性もあると懸念されています。こうした動きが世界経済の減速につながることを懸念する声も出ています。アメリカは対米通商を有利にするために為替介入し、為替相場を不当に操作していると認定された国を為替操作国に指定します。為替操作国に認定された国は通貨の切り上げを要求され、アメリカは必要に応じて関税による制裁を行います。状況が改善されなければアメリカ企業の該当国への投資が制限され、アメリカ連邦政府の調達入札への該当国の参加が制限されます。中国とアメリカは韓国にとって1、2の貿易相手国で、米中の貿易戦争は韓国経済にも少なくない影響を及ぼしています。中でも中国に対しては中間材を多く輸出していて、米中の貿易摩擦が長引けば中国向け輸出の減少につながるのは避けられません。7月の緊急経済金融会議は通常は企画財政部の第一次官が主催しますが、この日の会議はホン・ナムギ経済副総理兼企画財政部長官が主催し、韓国銀行のイ・ジュヨル総裁、チェ・ジョンゴ金融委員長、ユン・ソッコン金融監督委員長ら金融部門のトップが全員出席しました。それだけ最近の金融市場の動きを重視しているということです。ホン・ナムギ経済副総理兼企画財政部長官は、金融市場が不安定な様相を呈する場合、断固として市場安定化措置を先制的に取っていくと強調しました。今週のキーワード。今週は半導体材料の一部日本政府が輸出許可、そして為替操作国指定と韓国経済についてお伝えしました。朝鮮民主主義人民共和国外務省金正恩アメリカ担当局長が11日談話を発表しました。談話は次の通りです。アホは大きくなるほどもっと大きなアホになるというが、まさに南朝鮮当局者を指しての言葉である。南朝鮮当局が合同軍事演習同盟192を後半期韓米連合指揮所訓練と名を改めて11日から本格的な訓練に入ると公表したがそれである。演習の名ばかり変えるといって訓練の侵略的性格が変わるとか、また我々を難なく騙せると思うなら、それこそ愚の骨頂だ。固い塊の弁を錦の風呂敷で包むといって悪臭を匂わせないとは限らない。看過できないのは我々の正常な通常兵器の近代化の措置のことで、大統領府が全治でもないのに緊急関係長官会議なるものを招集するなどして大騒ぎすることだ。
先日行われた朝鮮人民軍の威力デモンストレーション射撃の時、射程一つまともに判定できず慌てふためいて世人の嘲笑の的となったことから、教訓を汲み取る代わりに自分が出しゃばって言うことでもないのに勝手出て、夜明けの深い眠りから覚めることもなく大騒ぎするのが実に哀れでならない。大統領府のこうした無様な行為が南朝鮮国民の目にはまともな安保を云々する主人に映るかもしれないが、我々の目にはおじけづいた犬の吠え声にしか見えない。アメリカ大統領も我々の通常兵器の開発試験をどの国もやるとても小さいミサイル試験だとし、事実上主権国としての我々の自衛権を認めているが、一体南朝鮮当局が何で我々の自衛的武力建設に対して軍事的緊張激化、停止の催促などと出任せに言うのかということだ。それに平時でもなく我々に反対する戦争演習を大っぴらに繰り広げる渦中に我々を攻めつけようとし、一層大騒ぎするのだから、これこそむすっとたけだけしい厚かましい行為だと言わざるを得ない。我々の相手がこれぐらいの低い水準だとは本当にもどかしい限りである。南朝鮮当局が軍事演習の名ばかり変えると言ってこの度のキューバを無難にしのげると思うなら、それこそ大間違いだということだ。これから対話への追い風に乗じて我々が対話に臨むと言っても、あくまでこのような対話は朝米間に開かれるものであって、北と南の間の対話でないことをはっきりと知るのがよかろう。軍事演習での概念の敵が明らかに我々と決められているが、今後こういった類の軍事演習をあっさりとやめるか、軍事演習をしたことについてせめてもの弁解やら解明やらでも真面目にする前には、北と南の間の交渉そのものが難しいということを考えるべきだ。我々はこれについて必ず計算し、南朝鮮当局の動きを注視するだろう。またもやチョンギョンドごときの笑い草を押し立てて対面でも維持しようと腹を吹くなら、火に油を注ぐといった愚かごとになるだろう。それほど安保について心配する大統領府だから、明け方の深い眠りにつくのはもう拉致が開かないということだ。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は新ヨンギル・カントニでした。